この行方を捜索中である。2003年3月、消えたスタッフの消息を求めて我々はあの山荘を訪れることにした。3年前、取材スタッフがその消息を絶った福島県飯野町にある山荘だが、その山荘は現在売りに出されており、人の気配はなかった。取材スタッフのみならず、藤堂氏自身もその消息を絶った福島県の北部に位置する飯野町。阿武隈山系に位置するその町は、数多くの珍しい巨石が点在していることでよく知られている。そして飯野町のシンボルともいえる千貫森は古代のピラミッドであるという説もある。そして我々は飯野町付近の住民からある興味深い証言を得ることができた。我々は早速、スタッフが消息を絶った日と同じ3年前の2000年5月5日にある体験をしたという人物に話を聞いた。草刈りやってたんですよ、機械で。目を体育館の方に向けたらその光るものがあったという感じなんですけど、まさかこれがその未確認飛行物体だとは思いませんでしたけれども、なんか最初は飛行機だと思ったんですけど、なんかあんまり動かないんで変だと思いました。その時初めて見て、なんか UFO だなとやっぱ実感しました。取材スタッフが消えた2000年5月5日、なんとこの付近で未確認飛行物体が目撃されていたのである。よーしいいぞ、うまいうまい、これだよね。時間は何時今、3分、7時3分。なんか動かなくなっちゃったね。あ、でもさっきより上がりましたよ。はい、だいぶね、上の方に今度はなんか近づいてきた気がする。これは何でしょう。スタッフがその消息を絶った2000年5月5日、福島県の上空で数多くの人間が未確認飛行物体を目撃していたという事実。それは一体何を意味しているのか。これは事件との関連性を探るべく、 UFO 研究の第一人者竹本亮教授に話を聞いた。エネルギーグリッドっていうのがあって、エネルギーとエネルギーの交差点があって、でそこになんかいろんな事件が起きるとか UFO が多発するとかそういうのがあるらしいんですね。そのいわゆるエネルギーの乱流地域だと思いますね。だからそういったところにそのいわゆる次元と次元を超えたねものがその出現したり消えたりね、そういったことがあるんだと思います。2003年3月、事件から3年が経過。しかし未だ一連の失踪事件の有力な手がかりは得られていない。そして現在、彼らが失踪するきっかけとなったビルは以前と同じように買い手のつかないまま存在している。
その後の調べでこのビルを所有していた不動産会社の経営者 N 氏も失踪していることが判明した。 N 氏の失踪後、幾度となくビルの取り壊しが検討されたが、費用などの面から頓挫し、今も同じ場所に残されたままである。来ないで。まるで催眠にかかったかのように、戻らなくなると。まさかこれがその未確認飛行物体だとは、まあ、思いませんでした。事件が起きるとか、UFO が多発するとか、そういうのはあるらしいんですね。これは何でしょう。これは何でしょう。